皆さんこんにちは、霊能者 YouTuber の天宮麗華です。今日は皆さんからたくさんの質問をいただいております。教えて天宮先生神様質問箱ということで今日はお届けしていきます。よろしくお願いします。お願いします。まるちゃんに質問を読んでもらいながら答えていきたいと思います。最後に浄化のコーナーがありますので楽しみにしていてください。はい、では最初の質問です。人生の企画書のお話をしていただきたいです。生まれてくる前に企画書を書くならまた巡り会いたいということを神様と二人で書いている決めているということなのでしょうか。実は私たち生まれる前に人生の企画書を書いてきます。そのタイトルが名前です。私の学校、女神の学校では、名前を使った指名判断っていうものがあったりするんですけど、この人生の企画書っていうのは事細かくいろんなことが書かれてるの。だからそれを経験したくてこの世に生まれてきたというふうに思ってください。寂しい思い、悲しい思い、こんなことを企画書に書いてるはずないって思うようなことほど書いてるんです。だから私はこの経験をしたくて、この世に生まれてきたんだなって思うと、もう一つの視点ができて人生楽に楽しく生きていけると思います。やってみてください。天宮先生は小さい頃学校のテストの答えなどを神様に聞くことはできましたか。教えてくれてました。特にマークシートはもうここここここって感じでね、だからいい点数取らせていただいておりました。私はまあお勉強するというよりも他の勉強をね、この紙ごとの方が大変だったので、なんかそういうところはね、ズルさせてもらってましたね。なんか競馬とかいろんなのもね当てたりしてました。一番難しいのはね、社会なんです。私が霊視で見える織田信長さんと教科書に書いてる織田信長さんが違うわけ。こんな人じゃないし、こんな戦い方じゃないんだけどなっていうのが自分の中でね混乱してしまって、ちょっとそこら辺は苦労しました。結構変わってるってことですか、教科書の。変わってる、変わってます。特に太古の昔なんていうのは書物が残ってるわけじゃないしね。まさか宇宙人がピラミッド作ったなんてさ教科書書いてないじゃないだから、やっぱりさ、いろんなことがありますよ。龍神様とか精霊とか見えないものが見える人と見えない人の違いは何ですか。人間はみんな霊能者っていうのは私のお伝えしていることなんだけれど、だから全員第六感って持ってるはずなんです。だから全員本当は見えるはずなんです。でも見える人と見えない人がいるっていうのは、足が速い人もいれば足が遅い人もいる、バレーボールが得意な人もいれば不得意な人もいる、やったことがない人もいるっていうのと同じように、見える見えないというのがですね、得意不得意っていうのがあるかなって思います。だから見たい人は見ることができますようにって願いをかけといてください。そうすると人生の中で見えてくると思います。不安や心配がすぐに襲ってきます。安心を感じて日常を過ごしたいのですが、心がけるといいことは何ですか。不安や心配ってそれが今現実にあるっていうことは、そのね、不安や心配の方を望んでいるっていうことなんです。まさかと思うかもしれないけど、その不安や心配を体験したい、経験したい、そういう願いを今出してるわけで、そこに何か得なことがあるはずです。だから例えばね、病気の方に多いのが、病気をすると優しくしてもらえる、病気になると休んでもいい、病気になると手を抜いてもいい、なんかそうやって得があるわけですね。でそれがいい悪いではなくって、そこに何の得があるのかな、何を望んでるのかなっていうのをまず見てあげるとほどけてくると思います。これからの発達障害の人の生き方、生かし方、楽しみ方を知りたいです。障害、私も含めて私に関わる方は多いですね。でなんとなく成績が1番の人と100番の人って、1番の人の方が評価されてきただと思うんです。だけどね、勉強っていうのは記憶力です。記憶力と反対にあるのが想像力です。
だから成績が100人中100番だった方はね、想像力があったりするんです。だから自分の才能っていうのは成績では見えてこないと思います。世界的に繁栄している民族っていうのは、生年月日からお子さんの得意なものを導き出して、その得意なところだけを伸ばすっていう育て方をするんですね。これは帝王学ですね。だから5科目あったら5科目全部5を取りなさい、成績表に5を載せなさいっていうような教育は大きく私ね間違ってると思います。もちろんそういうことができるお子さんもいらっしゃるでしょうけど、そうじゃないお子さんもいらしてね、その人その人一人一人の個性を見ていく、一人一人をみんな評価していくっていうやり方が私は好きだなと思いますね。そういう世の中を作っていきたいと思ってます。実は私のクライアントのね、大企業の社長さんたちっていうのも全員発達障害な感じよ。過集中、もうものすごく集中するとかね、時間を忘れて朝から次の日のお昼まで仕事しちゃったりとか、もうめちゃくちゃですよ。少年みたい。発達障害決して悪いわけではなくって生かし方だと思います。これは発達障害じゃない方ももちろんそうなんで、ぜひ自分の価値を知って受け入れて、そしてどうしたいか、それを生かしていく方向に自分自身持っていってあげてほしいなと思いますね。 YouTube でおっしゃられていた神様が不在の場所かっこ神社があるって、うん、そこにおられた神様はどちらに行かれたのでしょうか。うん、神の世界にまた戻ってます。地域でしっかりお守りしている神社とかね、お掃除しっかりして、大祭お祭りをしっかりして、その神様としっかりこう交流をしているところっていうのは神様いらっしゃるけれど、そうじゃなくってっていう場所はもう神様あちらの世界に帰ってます。なぜなら望まれてないから、うん、だからそういう場所にはもう一度神界から神様を下ろす必要があるわけですね。パワースポットって世の中いろんなところで言われてますけど、本当にパワーがあるところっていうのは限られてますので、またそういうところもご紹介していきたいなと思ってます。その質問に補足してですね、どこにいても神様とつながれるのかなとも思うんですが、イメージの中でつながって参拝させていただくのと直接参拝させていただくのは全く違うことなんでしょうか。結局は同じことをしてるんだけれど、体を動かさなくてもね、イメージの中で筋トレをすると筋肉が動くっていう実験があるらしいですけど、同じです。でもやっぱり足を使って体を使ってその場所に行くっていうのと注ぐエネルギーの量が違うと思うんです。エネルギーっていうのは気持ちです。気持ちの量が違うわけね。だから出したものが返ってくるから、やっぱり神様にどれだけの気持ちを注いだか、それがあの人生の中に返ってきます。以前天宮先生が母親の仕事は産んだら終わりとおっしゃっていましたが、父親の仕事とは何でしょうか。種付け。はい、シンプルですね。シンプルですね。はい、最後の質問です、エネルギーの高いところがあるということは低いところもあるということでしょうか。山宮先生はエネルギーの低いところなどは足を踏み入れなかったり避けられたりするのかなと思いました。もちろんです。もうね、ドアから先入れない、そして帰りたくなる。だからあの皆さんも根をね下ろしてね、長居したいなっていう場所と、あもう早く帰りたいなっていう場所といろいろあると思うんですね。その体の声にぜひ従ってください。そういうことすることが身を守ることになります。それね、守護霊さんたちからあの帰りなさいって、ここはあなたがいる場所じゃないよって言われてるわけですね。だからそれに従うといいと思います。またどんどん質問に答えていきたいと思いますので、またなんかインスタグラムなんかでもね募集してみたいなと思ってますから、お気軽に質問をください。最後に浄化して終わりたいと思いますので、私としっかり呼吸を合わせていきましょう。では口からふーっと息を吐いて、鼻からゆっくり吸い込みます。ちょっと止めてお腹の中で3回回しましょう。汚れたエネルギーをまた口から吐き出します。鼻から吸って、
ちょっと止めてお腹の中で3回回しましょう。溜まった感情、汚れたエネルギーを口からふーっと吐き出します。では軽く目を閉じてリラックスしていてください。皆さんの不浄悪霊すべて消滅いたしました。ぜひ次回の YouTube チャンネルもご覧ください。霊能者 YouTuber の天宮麗華でした。